ステイジンラジオ撮影現場からラジオセルフィー。本日2021年7月28日水曜日の朝でございます。映画沈黙のパレード撮影現場でございます。今日も晴れてますね。まあ、今日はねセットなので、まあ、そこまでこう日差しを気にする必要はないんですけれども、いやーオリンピック始まっております。まあ一気に話題になったのはやっぱり堀米雄斗選手のスケートボードの金メダルですよね。15歳から抱き続けた夢はアメリカに行って10億円稼ぐ憧れの人は一郎。やっぱもうストリート系のスポーツ、まあ、X ゲーム系といいますか、はい、ちょっとそのストリートカルチャー、ヒップホップカルチャー的なところとの親和性を感じますよね。そうですね。いや見てて思ったんだけど、これ多分日本の若者も憧れるだろうなと思って、はい、と思います。うん、インスタに今若者たちがスケボーの動画とかいっぱい上げ始めてて、うん、はいはいはい、やっぱり影響力強いですよね。初代オリンピックチャンピオンでしょ、堀米雄斗選手。そうですね、そうなりますね。と思ったらこのスケートボード金メダル西矢椛選手13歳、うん、スケボーのオリンピックチャンピオン初代かつ史上最年少メダリストですよ。素晴らしいですね。そして柔道大国日本、大野将平選手29歳、柔道73キロ級金メダル。これね、勝つぞ勝つぞ取るぞ取るぞと言われてるチャンピオンが、オリンピックチャンピオンがまた2連覇で、柔道の聖地武道館、男泣きされてましたね。泣けましたね。柔道でいうと女子吉田選手もメダル取られてましたけど、でもNHK さんでの元野獣こと松本香織さんのね、涙のインタビューがもう泣けたわ。やっぱこう柔道ってね、なんか道でおめでとうございますってこう前から言われてんだけど、おめでとうなんだけど本人としてはめちゃ悔しいっていう、だ自分としてもありがとうとなかなか言いにくかったりするんだけど、でもそれでもやっぱメダル取るっていうのはやっぱすごいことだから、まあ、いろんな思いがそう入り混じった元野獣さんことね、松本さんの涙のインタビュー、吉田さんの涙のインタビューはまあ泣けましたね。そんな中ですよ、女子ソフトボール金メダルおめでとうございます。いやすごかったですね。幸いにして見ることができまして、まあ、ここだけの話ね、事前に宇津木妙子元監督からですね、郵送物が実は僕の方に届いてまして、はい、それ何かと言いますと、ジャパンの赤いユニフォームが届いてまして、はい、残念ながら今回コロナ禍なので福山さんを現場にご招待することができないので、このジャパンのユニフォームを着ていただいてテレビ観戦して応援していただければという届いてまして、着させていただきました。着用された。あ、もうありがとうございます。もう心を一つに。しかしアメリカ強かったですよ。そうですよね、強かった。いやもう本当に紙一重というか、でもその紙一重がわずか一歩の差なんだけど、その差は果てしない道なんですよ。だから接戦なんだけど、でもやっぱり僕は日本の固い勝利だったと思いますよ。接戦ではあったけどね、でもその接戦のその一歩っていうのはやっぱり日本の方が圧倒的に強かったんじゃないかなと思いました。ただスーパープレーもありました、ね、やっぱアメリカのね、はい、守備すごかったですよね。もう入ってるの取ってたからね、アメリカーンだったでしょあれ、はい、手の長さが、ジャンプ力と手の長さがないとあんなん取れないよ、はい、でも日本もファインプレーたくさんあった、うん、だから攻撃面の凄さもさることながら守備硬かったですね、はい、もう絶対ミスしないっていう、うん、その集中力が素晴らしかったですよね。いやー上野選手の好投もすごかった。
よく投げれるね、しかし。まあ、年齢のことを言うのはね、ちょっと僕もいい年なんであれですけども、13年ぶりに2連覇です。そして、その時の投手ですからね。いや、もう本当におめでとうございました。もう感動しました。興奮しました。で、僕はもう、すぐに、宇津木妙子元監督さんに、ちょっと連絡、メール、ショートメールを送りまして。でも、中継に出られてたんで、はい、まあ、これもう返信、返信不要だと。はい、もう返信不要ですからって言って、もう、おめでとうございます。でも僕も興奮して、泣いていたんで、泣けたますになっちゃって、泣けたます、もう、そう、もう泣けたますのままもう送っちゃって、はい、すいません、泣けてますでした、返信不要ですって、もう、送ったんですよ。はい、それで、ちょっとシャワー浴びたいとか、してたら、妙子さんから、着信が入ってて、はい、こんな忙しいのに着信くださるんだと思って、はい、で折り返したんだけど、今度はまた繋がらずで、うん、その後のまた、デイリーハイライトかな、うん、だったのかな、生放送、はい、妙子さん出られてたんで、うん、もうこれもう、また後日にしようと思って、うん、寝ちゃったんですよ、はい。で、朝起きたら、そしたらまた返信が入ってまして、はい、着信が。あ、寝てたと思って、まあ、そんなやり取りもございましたけれども、おめでとうございました。まだまだ、オリンピック続いていきますね。選手たちの熱い戦いをですね、応援しましょう。地底人ラジオは全てのアスリートを応援しています。では今週も地底人ラジオ始まります。福山雅治と総口明久の地底人ラジオ。いやー、眠いですね。あ、懐かしい、そのフレーズ懐かしいわ。い眠いわ。だって去年からほらたっぷり寝てますよみたいな感じのが多かったから、なんか、いやご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、改めてご説明させていただきますと、映画ガリレオ第3弾沈黙のパレード絶賛撮影中。うわー、やばい、今のフレーズもずっと目閉じながら喋ってる、懐かしい、こういうの。今日はね、昔龍馬伝とか、なんかずっとそんな寝たままずっとたまらじやってましたもんね、うん、なんか今日 目閉じたままやるわ。ほら懐かしい、もうね、ほら疲れが目にくるよね。いやもうね、すごいね。どう、疲れてる時って目がシパシパしない？うわ、ねと思って、でも最後にやっぱハートが磨かないとと思って鏡の前行くと、あ、なんか目が半、うん、もう半目になってんなと思う時よくありますね。寝不足とか睡眠不足で、はい、疲れが溜まってる時って目がなんかこうシパシパ、この感覚なんていうの、目が酸っぱいっていうか、なんかこう あるじゃん、なんか、はい、なんか口がチューってなるみたいな感じの、こう目がチュー、いわゆる、のび太が眼鏡外したら3みたいな感じの、こうチューってなってる感じの、うん、そう、それでその感覚的にもなんかこうしみる感じ、少し、やっぱだから目が疲れてそんな感じになって、いや、そんな大変なんですか今思う。そんな大変っていうか、いや、もうすごい、もうなんかいろいろ言いたいことがあるんだろうなみたいな。いやもう、だって、いや、ほら、先々週、うん、いよいよ始まるぞっていう時に福山さんはじめメインキャストの方々の、うん、まあ、久々に楽しみです、一人だけにしたに監督が、うん、みんなもう始まってんだよ、戦いのビルタは切って落とされたっていう。西谷さんってね、はい、すごく体力あるんですよ。ああ、まあ確かにちょっとがっしりされてますけどね。もともとなんだっけな、大学生の頃空手部かなんか。あ、そうなんですか。で、体育会系だ。そうがっしりされてて、で一回作品に入ると完全に作品の世界の中の住人になって、えキャストじゃないのに、いや監督としてね、あもう作品の中の時間軸に入ってるから、今世の中で起こってることやこの世界線とは全く別の空間に、異空間、悪空間、ガリレオ空間に旅をしてしまうんですよ。オリンピック風みたいな感じとはまたもう違う沈黙のパレード空間の中にもう入っちゃって、いやもう沈黙のパレードの中にしか生きてないから、今何時っていうのが分かんなくなるんです。それは時に、だから朝9時にカメラ前に立って、はい、そのシーンの撮影が終わるのが
深夜26時、やばいやばいやばい、27時みたいな、やばいやばい、一つのシーンがそれだけかかったりすることもある。そうね、一つのシーンだったっけ、この間 DSP ワンシーンで、ね、ワンシーン、まあもちろん7、8ページあるんだけど、いや突っ立ててもワンシーンですよね、ワンシーン、しかもそのシーンを撮るのに、はい、2日間リハーサルやってますからね。あ、ややこしいんですね、もう詳しく言えないでしょうけど、なんか、まあ、正直ややこしいといえばややこしいシーンではあるんだけど、はキャストももう20人近くその場所にいて、はでしっかりキャラクターやセリフや動きや目線や全部固めるのに2日間かけてリハーサルやって、で、まあ、その日も朝からもう一回その段取りやって、その投資でかっちりその 7,8 ページのシーンを投資で役者さんたちはもう全員チリ固めて、もう投資でやっていくな、8ページぐらい、もうそれお芝居がっちり固めて、うん、さあ撮りましょうっつって一個一個ワンカットワンカット撮っていくっていう。まあでもだからあのちゃんと8ページ分流れでできるようになって体に染み込まないとダメだぞっていうこともあるんでしょ。もちろんもちろん、もちろんそうなんだけど、もうね24時も回ってくると、最初に何やってたのか覚えてないわけですよ。始まる前の我々の話と同じじゃないか。そうそう、ちょっと説明してあげて、総口さん。あの、DSP さんが、今日はこれこれこうやってこうやってこうやって、こんな感じで内容。で、福山さんが目閉じながら、あの、全部いっぺんに言われても、わしらわからんでのーって。覚えきれないから、それやめてくれないかな、それ。っていう。覚えられないもん、すでにもう。だから一回、まあちょっと話は、あのね、あの、ずれて言っちゃったんだけど、一回全部体に染み込ませた芝居が、一つ一つ撮っていくから、もうなんか、ね、何やってたっけっていうのも、わかんなくなっちゃって。でも監督はその世界の中に来てるから、違う違う違う、そうそう、監督さんはもう西田さんの世界観の中では、その、なんて言うんだろう。ほら、よく、ものすごい速さに対応できる状態になって、はい、周りが止まって見えるっていう、よく漫画とかであるじゃない。まさにその、ゾーンに入った状態。ゾーンに入ったような状態で。ボールが止まって見える。多分ね、止まって見えてんだと思うね。芝居が。やばいやばい。芝居が止まって見えている。やばいやばい。はいはい。あまりにも分解能力がすごすぎて、ガーって。因数分解しすぎて、はい、って処理能力がもう非常にもう高い状態で、クワーッといってるから、もう全員の何かがこう、止まって見えてんだと思うんだよね。だからゆっくりこう見えるからいろんなところが気になって。あ、そういうことそういうこと。ですよね。そういうことが言いたかった。そこ違うそこ違う。そう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 。そう。もう一回だとかって。そう。もう我々は何がダメなのかもうわからない。でもうクーってなってるからもう。もう止まって見えてるからもう。でもそれだから作品としてはいいんでしょうけど、ね、最高のものが仕上がる予感がしてますよ。いや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 、そう。だけれどもその現場はなかなか過酷な状況続くっていうね。だから最高なものが仕上がる手応えしかないんですけど、はー、最高に疲労しています。だからさっきから時々目開けるけどすぐに閉じてますよね。だからもうね、今日もあのこの収録の前に需要競争剤をガーッともう書き込んで、ああ、はい、あの金の玉を、いや漆黒のカプセルを、その中にあのものすごいエネルギーの詰まったカプセルを、主にニンニク成分が、ビタミン B 群がね、頼んだぞっていう。でもそれが効いてくるまでもうちょっとかかるな。今さっき飲んだばっかりだから。だからでも眠そうね。今はね。あの漆黒の、漆黒でもないか、ああいうのなんて言うんだ、ああいうすごい濃い濃い赤、あ、濃い赤、赤だよね、あれは赤の、もうものすごく濃い赤、シンクのね、あ、シンク、シンクのカプセル、シンクのカプセル、紅に染まったこの俺、紅に染まったこの俺を慰めるやつはもういないんだよ。いや、ごめんなさい。あの、本家はもっとめちゃくちゃハイテンションで歌ってますから、それを。今すごいなんか切ない感じでしたけど。じゃあ、紅に染まったこの俺が、今夜も、行ってみよう。福山雅治と、サブテさん、ステージンラジオ、さあ、君待ちリクエスト、
メールご紹介しましょう。岩手県花巻市の風吹くちゃんでいいのかな、これは。ね。23歳女子。アベマ TD で、お聞きのあなた、そして風吹くちゃん、こんちてじゅん。2021年からいろいろなラジオ番組を聞くようになりました。お、そうなんだ。中でもマシャのラジオを聞いてるときには、どこかで繋がってるんだな。優しいな。リスナーの皆さんが好きだな、と泣いてしまうこともあります。ラジオが好きだな、と思うようになりました。おう、ようこそ。ラジオの世界へ。かけていただきたいリクエスト曲は私が大大大好きなハートです。なぜか特別なことがエピソードであるわけでもないのですが、曲も歌詞もアコギの音も、そしてライブのハートも全てが大好きです。マーシャとリスナーの皆さんやラジオに関わっている皆さんにお伝えしたかった感謝の気持ちとともにハートをリクエストさせてください。これからもたくさん聞かせていただきます。ありがとうございます。こうやってね、もう今からなんだ?それこそ23年くらい前にリリースした曲じゃない?ハートって。風吹くちゃんが生まれた頃の歌だよ。その歌がこうやって時空を超えてさ、届いてさ、風吹くちゃん、僕はね、歌を歌っててよかった。ラジオをやっててよかった。こうやってね、出会えるんだね。やっぱこう、ラジオという、異空間、悪空間の中で生きてるとね。そうか、別の世界線で生きてるっていうね。別の世界線だから、この地底人ラジオっていうのは。名前もおかしい、地底人ラジオ。改めてなんでこのタイトルになってるのかっていうね。じゃあ、風吹くちゃんのリクエストにお答えして、福山雅治でハート。地底人ラジオは、ダンロップの提供でお送りします。メールいただきました、うん、大阪岸和田のほのちゃん、うん、25歳、女性報道テロッパー。ああ報道テロッパーね、ほのちゃん。報道テロッパーほのちゃん、すごい、うん、マシャ、うん、いや湯川先生、こんがりレオ、こんがりレオ、懐かしい。このこんがりレオも懐かしいですね。こんがりレオ言ってたよね、多分ね。あの前回だから9年前ですか。8年前だ。 8年前か、うん、8年前もこんがりレオ言ってましたからね。コンリオマデンとかこんがりレオとか言ってたもんね。こんがりレオ、うん、ガリレオ沈黙のパレード制作決定おめでとうございます。ありがとうございます。小学5年生の時にドラマシリーズが始まったガリレオ、ね、当時の私は黒板に習い立ての公式を走り書きしたり、かわいい。小学生だから、まあ、簡単な数式なんじゃね、簡単だね、多分ね。カッコ8足す5かけるカッコぐらいのね、ね8分の5足す4分の3イコールみたいな、数分して約分みたいな感じ。かわいい、ね、5年生の時に始まったらガリエを、ね、黒板に習いたての公式を走り書きしたり、湯川先生の真似をしたりと。あ、小学校の思い出を語る上でガリエは欠かせませんと。うん、あれから14年、うん、大人になってからも大好きなガリレオの最新作を拝見できるなんて感無量です、うん、でそのバーサス、ね、近くと快楽の螺旋が2013年の時のように、まあ、もしかしたら新しくなったり、ね、2022がついたりとか、はいはい、するのかな、などいろいろ今からワクワクしておりますと、うん、暑さはもちろん最近、まあ、ゲリラ豪雨、ね、ゲリラ雷雨などもあります。急な気候変動の日も多いので体調にくれぐれもお気をつけくださいなんて。ありがとうございます。いや14年ですか、小学校5年の時に始まったんだ。小学校5年の頃何見てた？なんですかね。 いや、そのいわゆる戦隊もんとか仮面ライダー以外の普通のドラマってことですか？ちょうど見るか見ないかぐらいね。あのライスカレーっていつだっけ？ライスカレー、あのね、倉本壮さんかな、ライスカレーで、時藤三郎さんと、はいはいはい、陣内孝則さんと中井貴一さんかな。はあ、86年ってことはもうちょっと、あ、ちょっと後だ、高校生ですね、うん、あれは昨日金し別で、倉本壮先生の、倉本さんだよね、これもね、でしたっけ。なんか結構渋いドラマ見てますね、なんかね。何年、昨日金し別、昨日金し別で84年、やっぱり、あ、10、やっぱ高1ぐらいですかね。あれは君の瞳を逮捕するとか、あの辺はもっと後か。あのいわゆるトレンディードラマの走り、あれは僕ら高校生の頃だよね、多分ね。もう小学生の頃はまだそこ、88年とかだから、やっぱりもう20歳ぐらいになってる。じゃあやっぱり
マジンガー Z とかそういうやつかな、俺たちが見てたのって。まあ、仮面ライダー的なものとかね、正午の時はね。空にそびえる黒金の城。あ、そうですね、スーパーロボット、マジンガー Z。 はい、誰だ誰だあ、すごいすごい。これガッチャマンね。ガッチャマンですね。ガッチャマン。誰だ誰だ誰だ、いいですね。ちゃんと誰だって言いながらもガッチャマンって名乗ってくれるのが昔も親切なんですよね。ガッチャマンガッチャマン。やっぱ今と違ってほら、あの、秘密兵器とか、スペシャルなあの戦い方とかをちゃんと全部説明してくれるから。うん、無敵の力は僕らのために、正義の心でパイルだ。戦うための準備まで教えてくれるっていう、ね。そう、あの、合体するんだよね、頭。そうですね。飛ばせ、鉄拳、ロケットパンチ、今だ、出すんだ、ブレストファイヤー。胸からブオーンって、って溶けるんですよ、マジンゴー、マジンゴー、マジンガー、ゼー、水木一郎さんがゼーっていう感じ。そこはね、音程がなくなるんだよね。そうですね。そう、普通は、マジンガーゼーとか、まあ、音程だけど、最後は水木さんはマジンガーチェーッそうそうそう、あ、目が今開いた、今ついに開いた目が、音程なくなるんですよ、パイルダウンも音程なくなるんですよ。はあ、普通は正義の心でパイルダウンぐらいの音程なんだけど、正義の心でパイルダウン。あ、だから作曲家からしたら水木さんちょっとなもうと思ったかもしれない。でもそれがないとやっぱりこう上がらないんだよね。その時うわーって、ね、パイルダウンじゃなくてパイルダウン。そう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 、やばい、目がバキッと開いてきた。だんだん漆黒のものが今シンクのカプセルがなんか今パイルダウンしてますよ、風に。俺も胃の中で妖怪して小腸大腸をくぐり抜け体内に吸収されているような気がする。すごいすごい、変身する時の解説だそれ今。へー、だからその頃懐かしい、はい、あー懐かしいなと思ってたものが今復刻して刷新して、オンエアされる、上映されるっていうのって、新作が出るっていうね。だからいかに僕が湯川先生のままいなきゃいけないかっていうことが、あの、一番大事なポイントなんですよ。だから見る人ががっかりするわ。実に面白いぞ。出た、あのね、不安、あの、前回忘れちゃってんじゃっていう、さっぱりわからない。西谷さんから見たらキーってなる感じのパイルダオンみたいな感じで。ああ、そか、さっぱりわからない。NIGHC わからない、アラクレナイトと同じですよね。だからそのままでいなきゃいけない。多少年は取ったと、まあ、仕方ないけど、ニューヨーク行って帰ってきたりしてるから、それはね、年は取ってんだけど、やっぱりちゃんと湯川先生のままいなきゃいけないから。そりゃ急にめちゃくちゃ太ったりしたらね。だから肉体のキープも大変ですよ。はあ、あ、もしかしてまたあれですか、白身ばっかりとかになっちゃってるんですかね。そうなんですよ。あら、大変。タンパク質中心の暮らしになってるから、もう頭ボーっとしてるんですよ。はあ、だって前もやっぱりガリオの真夏の方で撮ってる時とかは、もうゆで卵の白身だけを6個ぐらい食べたりしてるの見てましたもん。そう、本当にね、マネージャーの方にやっていただいてましたけど、さすがにね、今それ作るの大変だから、まあ、それはやっておらず、まあ、プロテインな日々ですよ。やっぱそうですか。だけど、はい、それでもやっぱりこうただ絞るだけだともう嫌だから、僕が、あ、やっぱ筋肉量をキープもしくは増やしながら絞りたいっていう。だから69キロがもうギリなんですよ。まあ、理想はね、理想は70キロで、うん、計量パスしたいんだけど、うん、やっぱりどうしてもタンパク質を食べる量って足りないから落ちちゃうんだよね。どんなに取ろうと思ってもなかなか大変ですよね。僕の体重で筋量を維持もしくは増やしていこうとすると1日 200g ほどのタンパク質を摂取しなきゃいけないんです。それって どれぐらい、どうすれば 200g 取ろうと。例えばですね、はい、マグロ 100g に対してタンパク質の量って、はい、だいたい18から 20g ぐらいなんですよ。ということは計算簡単ですよね。マグロを1キロ食べなきゃいけないんですよ、1日。うわ、やっぱり、ね、この間ちょっと体をトレーニングで追い込んでいて、70キロの状態だとベンチプレス100キロが一発上がるんですよ。上がりました、やっぱり。あ、なんか一時期もうなんか上がんなくなっちゃったよ。上がんなくなっちゃったんだけど、
水面下でやっぱり地道に続けてるわけですよ。だけどね、手首に負担かけるから、あの100キロそんなやらないですよ、まあまあね、どういうやり方してるかというと、80キロを10発上げるって、はい、で80キロ10発上がればベンチプレス早見表を見てもらうと分かると思うんですけども、見たことないあるんですよ、ベンチプレス早見表っていうのはあのネットで調べて出てくるんだけど、80キロの 10×10 回で100キロ1回っていう計算になるんです。それぐらい違うんですね、やっぱね。そうだから、まあ80キロ10回っていうのをまあ追い込んでやって、まあ、それ70キロだと上がるんですよ、はあ、ところが69キロになると80キロが7回とか8回に落ちちゃう。やっぱり格闘技でその1キロ違うと全然違 う、ね、いやだから軽量オーバーっていうのはもう罰金どころじゃダメなんですよ本当に。そのまま、ね、試合して勝っちゃったりすることありますよね。そうそう、今はでも69なんですか、やっぱりなかなか今 68.6 とかだったから、今日の朝あらちょっとやっぱり昨日の撮影が長かったんで体力消耗してるんだけど、だから今なんか多分まだちょっと上がんないです。まあ今美味しいものを食べまくる生活はまあしばらくはね、この夏はちょっと難しいです。いやでもね、美味しいもの食べまくることは可能なのよ。例えばカツオのたたきを激しく食うとか、ああそうかそうか、マグロを食べるとか、フグを食べ続けるとか、いや、まあまあ、そうですね、ハモを食べ続けるいいじゃないですか、夏のハモを食べ続ける人ってすごいですね。夏のハモとかちょっと梅でね、あ、まあ、あのね、梅肉でね、梅肉でいいじゃないですか。だから僕それ大好きだから、フグ、ハモ、タチウオ、キス、だからそういうの諦めなくてもいいけどもっていう、そういいけども、まあとは言いながらロケ先でカツオのたたき食べ続けられるかというとそれは無理で、あ、まあ確かにね、本当のスーパースターのドリーム感でいうとね、専属シェフが帯同するキャンピングカーでロケに行くみたいな。ハリウッドはどうもそういうのあるらしいですね。それハリウッドあるらしいじゃないか、一人一人になんかトラックが用意されて、なんで日本のロケはカツオのたたきが食べられないんだおDAO ねダオっていう。だって本当に体作りやろう、本当に体をちゃんと休めながら、体作りもやってプライベートの空間も確保しながらだと本当にそういうのあってもいいよ ね、まあ、ね、だけどなぜできないか、それはもう簡単ですよ。予算がないんだ。で借り入れようとかって多分他のに比べたらある方、いや、ある方よ、もちろんある方だと思いますけれども、だけどやっぱりハリウッドのあの一人一人にこうと制作費何十億とか、まあどうかしら100億超えてくるの結構ありますからね。それ見て参りましょう。いやいいなハリウッドあ、そういう面で羨ましいっていうね。でも今中国映画もすごいんじゃない？だって興行収入世界一になったでしょ。あのやっぱアメリカが、まあ、そのコロナで落ち込んだ時も中国は映画館空いてましたんで、あの抜いちゃったんですよね。そう、中国映画ってあの市場ね、なんか雑誌みたいなの3300億とかっていう。そうなのよ、僕が、はい、あのソングラインで中国に行った時に、はい、その言葉字を持たない歌で口述で伝えていく民族、うん、山岳民族の方にあのロケに行った時に、はい、結構な僻地といえば僻地ですよ。結構人がいないとこなんですけど、何作ってたかって、はい、シネコン作ってたからね。ああ、いわゆる都心でないとこにもシネコンができるっていう。だから規模でいうとさ、日本でね最大規模、まあアニメとかだと500巻600巻開くことあるけど、実写の映画ってまず300巻開けれたら、あ、そうですね、あの大体あの対策で300何十巻が大体一番多い、一番多いって言われて、見たことない。でも中国だとやっぱり3000何百巻とか普通にありますからね。一発で行くのそれは、うん、だからドーン行くわけじゃない。いや、だからハリウッドも今ちゃんと中国で上映できるかどうかを判断する専門家がいるっていう。いや、そうなんです、こういう描写はダメだとか、そうなんです、うん、こういうの入れた方がいいと思うんですよね。だからおそらく中国の俳優さんのギャランティーもそうだし、移動も帯同するシェフとかもいらっしゃるんじゃないの、もはや。じゃあカリレオにも中国要素をどんどん入れてって。実にニハオいやいや、ごめんなさい、逆に専門からそんなふざけた中国やめた方がいいって、多分なんか実にシェシェいやまあでもそれぐらいなんか今すごいってね、中国。いや、そうだよ。いや、だからマーケット開拓っていうのを、そうね、していかなきゃいけないのよ。ガリレオがね、8年ぶりに帰ってきたと。第3弾であると。うん、
となったらさ、こう巨大なキャンピングカーで専属シェフがもうカツオのたたきからフグのテッサから、フグのテッサ食べたいかな、その撮影の合間に。食べたい食べたい。タンパク質だ。あ、そうそうですよ、良質なタンパク質だから、はい、なんだったら車の中にこうトレーニングできるようなね、ちょっとしたこうマシンもあったりとかして、あ、横に水槽があって、そこからフグを取ってきてビクビクってしてるやつをさばいて、こうやってで体作りして、実に面白いとこ言ってるとこ、すごいこうドリーム感あるけど、なんとかコンビニエンスストアを探し、そこでツナ缶を探しみたいな、プロテインバーあるかなみたいな、あるかなみたいな、それでやってます、絶賛頑張っております、頑張ってます、やってます。じゃあちょっと今日は曲は何でしょうかな、おかけするのは。じゃあまあバーサスだろうね。じゃあほのちゃんの出会いだった。バーサスの、一番最初のバージョンにしようか。ね、俺も久しぶりに聞いてみた。バーサス、近くと快楽の螺旋。で、福山さんの初めてのオンライン、ライブ、そのアキラのアルバムライブのアキラの、ブルー &DVD が発売になった、ね、ありがとうございます。皆さんも手に取っていただいた方ありがとうございます。いや、改めてあれはオンラインライブの可能性を広げたって、あ、こんなにやっぱり別なんだ、別の楽しみ方あるんだ。いや、そうなんですよ、ね、別なんですよ、うん。でさらに言うとね、あのスローコレクションというのもオンラインライブありますから、はいはいはい、こちらも絶賛向かっております。あ、ブラッシュアップされて、ブラッシュアップ向かっております。おお、アキラ発売してすぐ言うのもなんですが、うん、向かっておりますんで、うん、お楽しみに。で、あのアキラはですね、ブルーレイ &DVD7 月28日に発売されておりまして、はい、ご覧になったあなたの感想もぜひツイートしていただくか、各ラジオまで送ってくださいね、はい。さあ、そんなね、うん、ライブって言えばさ、いや、だからそのオンラインライブのね、あの DVD とかブルーレイ見た方は、まあ、最高に楽しいんだけど、いや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 、うんうん、でもあれがまだ足りないと、うんうん、会いたいと思う。ガリレオも分かった、やるのはありがとう、楽しみ待ってると。でもそれって映画って大体撮影に入ってから1年後とかさ言いますよね、1年1年後、ね、大体そんな感じ、はい。ガリレオも1年先でもちょその間なんかないのといやいや、まあ、そんなその間そんな、なんかこの店もないのっていう、ね、発表しましょう。 お待たせしました。3年10ヶ月ぶり We are Blaster 2021-2022 全国アリーナツアー開催決定。いやー、これどうなることか、やってくんねえのかな、どうなのかなと。いや、ここに至るまでのこのあの2020年の3月21日からですよ。いやね、あのね、ね、本来2020年3月21日をまたぐ前後は横浜アリーナで30周年のライブをする予定でした。もう今から考えたらそうですよね、本当ね。でその後密会というものも予定していたんですけど、ファンクラブ25周年を迎えたあなたとのね、これも延期させていただき、はいはいはい、さらには稲佐山のライブ、うん、でその後秋から、2020年の秋から予定していた全国アリーナツアー、こちらも延期して、でもやっぱり中止と、はい、この何度も何度も何度もこの調整に調整に調整を重ね、それでもやっぱりできないできないできない、だからこれは2020年から始まった話じゃないんですね。ツアーの決定っていうのは1年半から2年くらい前に小屋を抑えていかないと、もう、まあ、取り合いのとこありますから、やっぱね、みんながやりたいわけだから、だから2018年か19年ぐらいからもうずっと動いてたプロジェクトが、はい、この2年間ほど全部頓挫してしまったわけですよね。もう待てないと
あ、もうやる側ももうね、もう我慢できないと、はい、ただそれはね、はいはい、我慢できないからやるんだ、もうライブがやりたくて仕方がないからやるんだっていう思いがまず一つ、うん、会いたくて会いたくて震えるからやりたいっていうのがまず一つ、うんうん、なんだけどそれだけじゃなくって、要は今回その未来への約束っていうふうにね、はい、言わせてもらってますけど、なんかやっぱり目標がないとさ、向かっていくべきじゃないと、日々の暮らし方がなんか毎日毎日一日一日が終わって、この一日ってどこに続いてんだろうっていう、漠然とでもいいからやっぱり明るい未来へ、今より良くなる明日へっていうことに向かって日々を終えていきたいじゃないですか、人生っていうのはね。いやだからまさにこのツアーのチケットをゲットできた人はこれで例えば11月まで楽しく生きていけるわとかってよくそのつぶやきあるじゃないですか、うん、なんか、はいはい、おっしゃる通りですよ、うん、だって一応さ、世界は良くなっていくだろうと思うことが希望じゃないですか、はいはい、その希望であるとか未来へ向けて進んでいく目的であるとかがないと、いつ収束するかわからないこのコロナウイルスをいつかは収束するのはそれは分かってるじゃないですか、はいはい、ウイルスっていうのはあの共存していくものになるんだけど、まあ、スペイン風邪でも何でもね、いつかは落ち着いていく、うん、落ち着いて共存していくっていう存在になるのは、それはいつかはっていうのは分かってるんだけど、そのいつかがあまりにもいつかすぎて、うん、サムタイムサムウェアが過ぎるなと思って、うん、これはもうツアーというものをやる、発表する、あなたの街に会いに行く日程をもう決める、それをお伝えするっていうことをもうしようと思ったんですね、はい、でそうは言いながらも何が起こるかわからないから覚悟はしてるんですよ、うん、僕もスタッフも、はいはい、また中止になるかもしれないって、うん、だけどそうだとしても完全に事態が収束する、コロナが落ち着くまで待ってると、これいつまで待てばいいのっていう気持ちになっちゃって、うん、なんか暗い気持ちになるわけだよね、うん、要するに、うん、だからライブはとにかくこの日程でやることを決めました、あなたの街に会いに行きます、うん、会いに来てくださいねっていう約束をしたいんですよね、うんうん、その約束をファンのあなたとしないことには、もうなんかね、毎日毎日頑張ってることのなんか手応えがないわけですよ、うん、このために頑張ってんだな俺は、俺たちはっていう、俺たちにもやっぱ目標が必要でさ、うんうん、目標や目的が、もうだから慎重に慎重に競技に競技を重ねた上での決定ですよ、うん、これも。なるほど。だからずっと僕らとしては去年のデビュー30周年ライブを延期中止した後からもうずっと僕らこのチーム福山、まあスタッフのみんなでツアースケジュールのこともずっとやってるわけ、うん、で今の国のガイドラインがキャパに対してどれぐらいだ、うん、で当然ねそのキャンセルしたら、まあキャンセルフィーも支払ったものもあるんだけど、もちろん、うん、そういったものもありながら、かつツアーやるっていうふうに抑えてたメンバーさんやスタッフさんのスケジュールもあるのに、どんどんそれなくなって皆さんの生活もさ、うん、それは楽じゃないですよ、うんうん、あった仕事がなくなっていってるんだもん、やっぱりこのツアーが飛ぶことでね、うん、だからね、もうこれ目標目的を決めないと日々の暮らし、この一日一日を終えていく感じがどうにもこの手応えが足りんというので決めさせていただきました。ちょっと話は長くなってしまったんで、この後またツアースケジュールの詳細は、はいはい、一旦曲を挟んで発表させてください。じゃあ曲はアルバムオン&オンから明日へのマーチ。さあついに発表となりました福山雅治ウェアブロスツアー2021-2022でございますけど、ツアースケジュールを改めて発表させていただいてもよろしいでしょうかね。今回はですね、全国13カ所28公演となります、うん、
11月27、28土日横浜ピアアリーナ MM、 12月1日2日福岡マリンメッセ、12月21、22名古屋日本外資ホール、そして年をまたぎます2022年1月7日金曜日、8日土曜日大阪城ホール、1月15日土曜、16日日曜新潟ときメッセコンベンションセンター、1月27、28木金国立代々木第一体育館、2月19日土曜、20日日曜静岡エコパアリーナ、2月23水曜祝日、24木曜、26土曜、27日曜、4日間神戸ワールド記念ホール、3月5日土曜、6日日曜愛媛県武道館、4月9日土曜、10日日曜宮城積水ハイムスーパーアリーナ、5月7日土曜、8日日曜グランメッセ熊本、5月21日土曜、22日日曜広島グリーンアリーナ、5月28日土曜、29日日曜マコマナイ積水ハイムアイスアリーナ、全国13カ所28公演、およそ半年間にわたる全国ツアーでございます。絞ったんですよ相当これ。でこれまあ、なんでそういうことになったかっていうとね、いやもちろんこれだけでももう最大限アリーナツアーって言ったら、まあ、多分ねこれしかできないと思います。なるほど。この規模が最大だと思います、うん、今日本でやろうとすると、うん、でなぜそうなったかっていうと、まずねこういう時期だから簡素なステージをしようっていう風なのはちょっと違うんじゃないかと僕は思った。なるほど。なぜその話になったかというと、今ほらガイドラインとして、キャパシティの半分っていうのあるじゃないですか。半分かつみたいなのありますよね、半分かつ5000人までっていうのが決まりとしてあるじゃないですか。それで、まあ、各会場キャパシティ総キャパも違うし、いろんなことがあるんだけど、それでこう算出していった結果、数字を叩きに叩いていった結果となると、この本数とこのキャパシティとこの会場でしかできないなっていうことになっていたんですね。で今まで私チケット代9900円でやらせていただいて、はいはい、で9900円なのでその半分のキャパシティでやってくださいって言われたら、単純にチケット代が倍っていう計算になるんですよ、ね、になるとまあ同じになる、ね、となると同じになるわけじゃないですか、収支の部分でいうと、うん、1万9800円になるわけです、うん、9900円の場合だと、はい、ちょっと高くないと思って、うん、いきなり、いや欲しいよまあまあねまあそうしないとなかなかこうやっていけないぞみたいな、ね、そう、いただけるのであれば欲しいんだけど、うん、とはいえ1万9800円っていうのはこれはちょっとなと思って、うんうん、じゃあいくらならできるんだと、うん、ステージ何にもない、もうなんだったらもうろうそく立ててやろうかぐらいの、うん、もう、まあ、裸電球でいいや、もう懐中電灯持ってきてなんか照らしてるみたいな、うん、でもう本当にもう弾き語りでマイク一本でっていうのも考えたのよ本当に、うん、そうするとまあいろんな経費がかからなくなるからっていう、かかんなくなるからって思ったんだけど、それでやってもそれはそれで赤なんだよね別にね。ああなるほどなるほど。そう、それはそれでもともと考えてた総キャパでやろうとするとそれはそれで赤なんです、うん、いやもちろん赤になってもやるっていう気概はあるよ、うんうん、あるんだけど、うん、それって正しいエンターテインメントなのかなってやっぱりもう一回立ち返って、うん、いやちゃんと収支が取れる、かつ今までのライブと同じようにきらびやかな演出もちゃんと用意する、舞台セットもちゃんと用意する、うんうん、メンバーの方にも来ていただく、で今まで以上の進化したライブをやるっていうのがまずボトムじゃないかと、うんうんうん、それがベーシックで考えていった時に1万9800円か、いやでもそれ無理だなっていうので、まあ頑張ってじゃあどこまで下げれるんだ、叩いて下げた結果、チケット代発表してもよろしいでしょうか。はい、チケット代は税込みお土産付きで13,500円だ。で今回はオネシャスああこれオネシャスがつくわけです。オネシャス、オネシャスがつく、もうこれオネシャスなんですよ。あ、大変申し訳ないですけど、お土産付きで、お土産付きです今回は。
オリジナル不織布マスク。おマスクのお土産というよりはマスクケースとオリジナルデザインのマスクケースとクスノキマスクスプレーミニ、こちらがメインのお土産と考えていただければと思っております。でもそれもつくとそれなりのまたね、いやもうこう叩いて叩いてトンもうトンテンカントンテンカントンテンカンもずなんとかなんないかと、なんとかならんもんか、ギリギリだという、もうギリギリですね。はあ、もちろんだからあの全員あの入る分いっぱい見せてもらって、そうそう入る分、ね、あのチケット販売させていただいて、それがちゃんと、うん、あの来ていただければですよ、はあ、で僕らも不安です正直、あの今までと環境も状況も違うし、いくらやりますよって言ってもいやいや今回はちょっとやめとこうかなとか、うんうん、あのそういうファンの方オーディエンスの方がいても不思議じゃないし、うんうん、それも全然当たり前だと思うし、うん、だからもしかしたら我々が想定しているようにチケットを販売予定枚数に届かない可能性もありますよ、うんまあ、心理的なことを皆さん、まあまあね、鑑みると ね、 あのファンの皆さんの思いや心理的なことを鑑みると、はいはい、うまくいかない可能性もある、そういう意味では。ただその不安や心配を抱えながらでもやっぱりその未来への約束として目標や目的を持って日々を過ごしていかないと、うん、まあ萎えますよねこう気持ちがね。今年も一切ツアーとかねえのか。いや俺こんなにライブやらなかったことって、まあ、音楽活動休止してた時期が一旦あったけど、それ以外でこの30年間ないんだもん。もうなんかねこういやもちろんそのオンラインライブをやったりいろんな新しいエンターテインメントファンコミュニケーション開発することの楽しみ喜びあるんですよ、うん、このコロナの時代だからこそ開発できたコンテンツ幸福キッチンもそうですし、うん、オンラインライブもそうですしあるんですよそれは、うん、だけどやっぱり何のために生きてるかってこれライブのために生きてますから私、うん、基本的には、うん、何のために上京してきたかこれライブするために上京してきたわけですから、うん、本当にマネジメントスタッフの皆さんも本当頑張ってもらってここまで整えました。ツアーをやるというここまで。チケットの販売でございますけれども、はい、まずはですねファンクラブ選考から開始させていただきたいと思います。ブロス選考が始まります。8月19日木曜の12時から8月25日水曜の23時59分、そして代わっては F モバ選考も始まります。9月9日木曜日から9月15日の水曜日で、一般販売はもう少し後になります。チケットの、今回で言うと半年間という長い公演なので、まず1月までのチケット、1月のライブ公演までのチケットの先行販売をさせてください、うん、これいろんな考えがあります、はい、もしかしたらコロナウイルス対策のためのワクチンが相当数国民の皆さんに行き渡り、うん、かつ治療薬等の開発が進み、だいぶコロナと共存もしくはコロナに勝てそうみたいな状態になってくる可能性があるので、まあ、その可能性も結構ありますよね。今ワクチンの、ね、接種率も日々進んでいるということで、うん、ただまあそのワクチンの効果というものもまだ分からないっていうそっち側の可能性もあるじゃないですか、まあ、思ったほどまあ、重症の、ね、方の数が減らないとか、とか病床を、ね、その立てる率がまあ意外に高いなとか、うん、ただ分かんないので、もしかしたら来年の2月以降はだいぶ状況が変わってる、そしたらもうフルで入れていいですよってなるかもしれない。ここはねちょっと流動的に対応するために、うん、1月の公演までのチケットをまず先行発売、はい、させていただきます、うん。で、まあ、ご来場いただくすべてのオーディエンスの方にとってね、より安全安心な環境づくりのために、皆様の行動の規制であるとか制限などとかさまざまなことがこれまでの公演とは違っているので、ご理解いただけることをお願いをするかもしれないし、そういうね、こうしてくださいああしてくださいってお願いがあるかもしれない、うん、まあそういうさまざまな事情を鑑みて、チケット販売はまず1月までの公演とさせてください。そしてツアーのティザービジュアルとでも言いましょうか、先行ビジュアル解禁されております。ウェアブロスツアー2021-2022、あなたの街であなたの笑顔に会えることを心より
楽しみにしております。さあ新しい歌がね、まだ生でライブであなたと一緒に共有できてない新しい歌、たくさんパフォーマンスできると思います。楽しみです。 We are Bros ツアー2021-2022 11月からですから、まずはねそこを一つの目標として、目的として、これからの日々を過ごしていきましょう。お送りしたのは福山雅治で、ニューアルバムアキラより、始まりがまた始まっていくでした。今夜始まりがまた始まっていく。福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。初めて歩いた、初めて自転車に乗った、初めてお使いをした。小さい頃は何をやっても褒めてもらえた。だけど最近褒められたのいつだろう。君って自己肯定感低いよね。そう言われるたびに心の中で、あなたが褒めてくれないからだよって口を尖らせる。私褒められて伸びるタイプなのに。遠い記憶の彼方に、いつも頭を撫でてくれた大きな手のぬくもりが蘇っては消えていく。はあ、誰か褒めてくれないかな。鏡の前でため息をつく私の前に、彼は風のように舞い降りた。あきひさちゃん。あっくん。いや誰も呼ばないです。とっても上手に言えたね。いや初見の原稿だろ。いやもうそれ何いじってくるんですか、言わせが。初見でも読めるなんてやっぱり。あっくんは童顔フリーアナウンサーのプロだぞえ。どの立ち位置なんですか。今日も僕がリスナーのあなたをいっぱい褒めてあげるぞえ。妖精パーソナリティマサールさんに褒められたーい。何なのこの。いやもう今このコーナーの人気が沸騰してると、 DSP さんが今クーラーボックスのようなパソコンをカタ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 やりながら今。そうだけど何なのこのアバンは。いやもう小原さんが今もう満面の笑みでもうフフフフフフフってこの小原さんのこのなんかいろんなこじらせを感じる、はい、こう。これ小原さんですよね、これね。これ小原さんですよ。小原さんですよね、私自分。小原さんの、はい、あの子供の頃の女の子の部分ですよ。小原さん中に少女いますからね。いますね。未だにいますよね。いるんですよ。まあただやっぱりこうリスナーの方もなんか褒めてほしいんだけど、誰も褒めてくんないよな。まあね。思ってね、褒め上手な人に、まあ妖精さんに褒めてもらいたいと。まあね。うん、わかるよ、分かる、はい、じゃあそれ紹介してもよろしいですか。はい、はい、今回いただいたのは大阪豊中の和也42歳男性会社員から、ね、はい、山さん、こんち定人、こんち定人、暑い日が続きますね、うん、今日は妖精パーソナリティマサールさんにお願いがあります。はいはい、お私の娘、和也さんの娘、うん、マナを褒めてやってほしいんです。おお、そういうことか。マナちゃん、マナちゃんは保育園の頃からピアノをやってきました、うん、最初はお姉ちゃんもやってるからというノリでしたが、今は自分がやりたくて頑張ってる小学4年生です、うん、毎日コツコツとピアノをやってきました、うん、練習の組み立て方やこだわっているその考えは親の私が見ても参考になるほどです、うん、先日全国大会をかけた審査会がありました。全国大会をかけた審査会。いやだからよっぽどすごいんでしょう ね、 もうね、すごいよこれ、で、まあね、絶対音感のない私でもその日の娘の演奏が会場に澄んだ音色を響かせていることは分かりました、うん、家で聴いていた演奏の集大成といっても過言ではなかったなと思います。もうマチネの終わりに思い出すね、あのエンディングを。演奏後は久しぶりにやりきったという顔を見ることもできました。しかし残念ながら結果は落選。部屋からしばらく出てこないマナに、まあそうなの、ね、小学校ね、私は頑張ったねとしか声をかけることができませんでした、その演奏会から2日経った今でもまだまだモヤモヤしてますと。でこれはもう妖精パーソナリティマサールさん頼るしかないなと、
やばいですね。なんか娘自分で褒めろよとなんか焚きつけたくなりますけれども、いやいや、カズヤ自分でやれよそれと思うよ。大丈夫かな、だってさ、妖精パーソナリティマサルさん、そんなメジャーじゃないよ、それ認識ないよ、マナちゃん。これマナちゃんに言われたらマナちゃんも怯えるだけだと思いますけど、なんかな、ねえ、いやでもこねえ、カズヤさん、これはもうマサルさん妖精だなとね思って投稿させていただきました。実はマナはユニコーンが大好きな女の子。奥田民生さん、ね、違いますよ。なんで急に大迷惑とか熱唱したけど。ね、あの一角獣、あのね、こっちの方ね、白馬にすごい、ね、角がのーって伸びた、かっこいいやつね、ねユニコーンね、はいはいはい。まあ妖精かどうかはちょっと怪しいですけども、ユニコーン正春さんで、来年のね、全国大会に向けてマナがまたピアノを頑張れるように励ましてやってもらえないでしょうかと。ねえ。ユニコーンとはヨーロッパの伝説上の動物であり、体のね、とあの頭の部分に額のところからねじれた一本の角が、その角は解毒する力があると言われている。いろいろハードル高くないかこれ。その角をなんか口にグーって入れたらなんか解毒するんですが、嫌ですよね。まずもってね、さっきも言ったけど、はい、このマナちゃんが妖精パーソナリティマサールさんの認識があるかどうかですよ。これはね、妖精でありユニコーンなんだよってユニコーンが喋りかけてるっていう。いやー、これ大丈夫かな。ちょっとまずはそのさっきみたいに総口さんの方から、はい、カズヤに一発焚きつけてもらっていいですか。え、ごめんなさい、これもうコラボってことですか。コラボ、もうコラボじゃないと無理だな。妖精と兄貴がコラボってことですか。もうカズヤね、カズヤね、ちょっとお前ね、カズヤ、いやいや、もういや、言いたいですよ、焚きつけてもらえよ。お前、私もね、お手紙読ませていただきながら、と思いましたよ。でしょ。いや、カズヤ、なんすか、まあ、部屋から出てこないマナに、はい、私は頑張ったねとしか声をかけることができませんでしたって変な感じにドヤ顔になってるけど違うだろお前。なんすか。できませんでしたってなってるけど、いやいやいや、諦めんなよそこで。いや、だってもうこれ以上言葉見つかんないっす。いやいや、お父さんだったら言葉いらなくてギュッと抱きしめてやるとかいろいろあるでしょやり方。いや、なんか照れてできないっすよ。何うまいこと言おうとしてんだよこうやって。いや、できないから妖精にうまいこと代わりに言ってくださいって、それはお父さんとして順番が違うから。じゃあ俺がマナを励ます方に、マナを抱きしめるように舵取ってもいいんすか。もうだから舵は書いてないけど、お前が舵を取れ早く。ナンパしちゃってる僕がもう本当に。いや、それぐらいちょっと ねいやいやいや、やってくれないと。だって頑張ったねと思う声かけたんで、僕はもう終了ですみたいなの出るから、うん、終了じゃないでしょっていう。もう僕できないんで、あとよろしくお願いします。おなしゃーす、おなしゃーす、おなしゃーすになってるから、また和也さん本当に。ねえ、じゃあちょっとマナちゃんをラジオの前に連れてきて。あ、今ね、ね、お部屋から連れてきて、カズヤ、マナちゃんを、ね、なんかうまいこと言ってこう連れ出してきてもらって。来たかな、マナちゃんかな。あ、来た。じゃあマナちゃん聞いてもらっていい、いくよ、はじめまして。妖精パーソナリティマサハルさんことユニコーンだよ。はじめまして、アナちゃん。優しい。マナちゃん、よく頑張ったね。最高の演奏ができたね。今回の演奏会では落選したけど、マナちゃんのパパも、マナちゃんのママも、マナちゃんの演奏はナンバーワンだよ。心に届いてる。パパの心にも、ママの心にも。そして他の演奏をしてくれたお友達にも、審査員の方にも、みんなに届いてる。結果は落選だったけどね、音楽に勝ち負けはないんだよ。この経験と思い出、この経験がとても素敵な思い出になれるように、マナちゃんの心を解毒しちゃうからね。ちゃんとさっき聞いたばっかりの。いくよ、マナちゃん、心を見せて、心を見せてちょうだい。いやいや、ありがとう、見えてきたよ、マナちゃんの心が。見える人。じゃあマナちゃん、ユニコーンのこの角で、いくよ、マナちゃんの心を解毒しちゃうぞー、コーン。
キツネでしょそれ。コンコーン。キツネでしょそれ。どうかな、ユニコーンのこの角解毒聞いてるかな。もうちょっと解毒する。いくよ。コーン。角でつついてるってことですか。コンコーン。怪我する怪我するそれ。そうだよ、角でつっついてるんだよ。解毒するために超尖ってますよこれ、心を。ああそうなんですか。どうかな、まなちゃん、ちょっとだけ解毒したかな。ちょっとだけ痛かったかもしれないね。でももうこれで大丈夫だって、ユニコーンの角がまなちゃんの心をコンコーンしたんだもん。きっといい思い出になるよ。そしてこの経験がマナちゃんの人生に必ず役に立つよ。よく頑張ったね。さ、もうお部屋に戻っていいよ。マナちゃん、また困ったことがあったらユニコーンに連絡してね。バイバイコーン。なるほど。はあ。俺フリーだから何にも、そう書いてないんですよね。何も書いてないから。あれ探したけどないんだな。そうだよ。だから言ってほしい言葉 かけっつってんの、カズヤ。ちょっともう、カズヤさん、本当になんか自分は何もせず丸投げだけしてるから、ちょっと兄貴焚きつけてやってくださいよ。もうかなり焚きつけましたもん。ねえ、ユニコーンでお願いしますっていうだけになってましたけども。だよ、コンコーンだよお前。まあでもやっぱりこの小学校の4年生ぐらいの時はまあショックも大きいんでしょう ね、 なんかね。あのもちろんあのショックっていうかあれなのよ、うん、カズヤ、お前だよ。お前がなんか期待とかかけただろう。あ、いけるよとか。しかも演奏終わった後もこれも最高だ、絶対いけるよ。そう。なんかね、この君の文面から察するに、そういうことをこう簡単に言ってしまいがちなタイプな気がする。なんか軽い感じがね。そう。そう。いや、マナすごく良かった。パパね、音楽のことあんまりわかんないけど、うん、これはね、いけたと思うみたいなことを過剰に。あの焚きつけちゃったんじゃないの、マナちゃんを。期待を持たせちゃった可能性もありますね。だからあのよりこう落ち込んじゃった可能性がね。だからその審査会の演奏会の結果じゃなくって、結果で落ち込んでるのもあるけど、そうじゃなくてパパとママをあの喜ばせてあげることができなかったっていう風な、うん、こう落ち込みも考えられるよこれは。だから、まあまあ、そういうこうね、マナちゃんにごめんね、パパがねちょっとねあの盛り上がりすぎちゃったな、うん、それで逆にパパに残念な思いさせちゃったとか、ママに残念な思いさせちゃったとか、うんうん、もし思ってるんだとしたらそうじゃないんだよって、こうそういうこと言ってほしいんだよ、カズヤお前、ね、いやいや、だからいい子なんですよこの。そうだ、マナちゃんはね、マナちゃんは悪くないコーン。あれコンコーン。新しいのできたな、コーン。今後いけるかも。ユニコーン解毒するっていうね。そう、ユニコーン解毒で。心を角でつくっていう。心を見せて。コンコーン。あー、いいですね。できたな、これ新しいキャラ。キジムナーに続いて来ましたね。キジムナーについてコンコーンできたわ、これ。バイキジムナーに続いてなんかバイバイコーンっていうね、なんか。よかった、はいはい、ありがとう、ね、そういう意味じゃ、カズヤありがとう、キャラいただいたわ、新しい、ね、妖怪キャラ、ね、うん、いただいた、いただいた、はいはい、ね、マナちゃん頑張ってね、うん、これからもね、ピアノ ね、 ね、あの楽しく好きに弾いていいんだから、うん、ピアノ、うん、音楽ってそういうもんだよ、うん、音を楽しむと書いて音楽だから、うん、ね、ピアノの鍵盤をコンコーンと叩いてごらん。確かに確かに、いい音がするから。妖精パーソナリティマサールさんに褒められたいでは、最近誰にも褒められてないんだよなという、まあ、心に隙間風が吹いているあなた、もしくはあなたの、まあ、この人実は褒めてもらいたがってるんです、ね、そういう方のメッセージメールをお待ちしております。どんな妖精にどんな言葉で褒めてもらいたいか、その妖精はどんな特徴があるのかも詳しく書いて、そうよ、セリフ、セリフ書いてね、セリフもお願いします。あのフリースタイルはなるべくやめていただいて、そうよ、兄貴パーソナリティも妖精もこれね、書いてセリフちゃんと、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ほほほほほほほ、こりゃまあ、マシャーレ、え、僕自白さのおてお前地底人ラジオ、ほほほほ。さてエンディングです、はい、主題歌を担当させていただく映画太陽の子、まもなく公開でございます。8月6日金曜日より全国公開となります。
日本の原子力の開発ですねを背景に、時代に翻弄されながらも全力で駆け抜けた若者たちの等身大の姿を描いた青春群像劇をぜひ劇場でご覧いただければと思います。これでも本当名作ですよ、太陽の子って。素晴らしい映画ですよ、うんうん、メッセージ性とテーマ性の深さ大きさもさることながら、僕はここまでこのテーマをエンターテインメント化できてるこの作品ってすごいと思ったんですよ、正直。エンターテインメントっていうのはね、ただ単にこう楽しいとかウキャッポーとかそういう話じゃなく、そういうニュアンスではなくって、しっかり感動があり、泣けて笑える部分ももちろんあるし、ラブストーリーな部分も感じる部分もあるし、そしてサイエンス、地球の未来、さまざまな要素が入っていて、必見でございます。これ8月6日金曜より全国公開となる映画太陽の子、ね、ぜひご覧になってください。長崎くすのきプロジェクトの一環として平和のバスが長崎の街を走ります。これね、見たい俺も。何かというと、昨年10月に長崎市が主催する令和2年度小学生によるまちづくりアイデアコンテストにて優秀賞に選ばれた平和のバスのアイデアを、この度長崎バスが提供するラッピングバスとして実現運行することになりました。この方小学生の女の子だったんですけど、イラスト描いてきてくれたんですけどね、平和のバスが走っていると平和の良さを少しでも考えることができるんじゃないですかという提案があったんですよ、アイデアとして小学校の女の子から、うん、でこのアイデアが採択されましたと、市の方で、市長賞として、でこれ実現したいんですけどっていうことで、こちらの方に僕の方にご相談賜りまして、で絵がすごく可愛かったから、ね、うんうん、この絵をバスにそのままラッピングしてくださいっていうことでお願いして、うん、でこのバスがたった1台だけなんです。でこのたった1台のこのバスが長崎市を走るんですよ、うん、なんでこれ僕たった1台だけのバスにしようと思ったかというと、昔さ、秋久の町はどうだった？俺の町は長崎、俺が小学校とか中学の頃にフォルクスワーゲンビートルあるじゃん、ワーゲンを1日に3回見るといいことがあるっていうのが、うんうん、同じですね。なんワーゲンだった？ワーゲンでしたね。ポルシェは1回でいいって話だった。それは知らないですね。マジで、はい、ワーゲンは3回見ないといいことないけど、ポルシェは1回でもいい。ポルシェなんかまず走ってなかったですからね。だそういうなんかこうラッキーアイテムになんないかなと思った。7月28日から11月30日。今日結構長い。結構長い間走ってくれるんだね。嬉しいな。街で見かけたらぜひツイッターやですね、インスタグラムでハッシュタグ平和のバス、ハッシュタグ長崎くすのきプロジェクト等々つけて投稿してみてください。そしてバスを見かけてこんなことが起こった、本当にいいことが起こったという方がいらっしゃったら、うん、それも添えていただけると嬉しいです。ぜひ皆さんも参加してください。そしてこれもビッグなお買い物のお知らせ、ブロス 30th Anniversary Special Goods F's ギターピックセット受注販売決定。こちらですね、2016年のブロス発足25周年に販売し大ご好評いただいたブロスアニバーサリーグッズのギターピックセット、これの30周年バージョンを制作いたしました。今回選定させていただいたピックはですね、デビュー後初めてツアーグッズになったものから最新のオンラインライブスローコレクションまでの30種類、前回と被っておりません。30種類に加え、ファンクラブ30周年を記念し特別に作られた新作のピックの合計31枚セットでございます。今回30周年特別賞として前回よりもですね、パッケージがさらに進化しました。きちんとスタジオに入り、プロの写真家の方、まあ、板橋さんでございますけどね、いつも写真撮ってもらったり、板橋さんにですね、私のお宝宝物ギター1959年レスポールスタンダードをこれでもかというぐらいいやらしく撮っていただきました。さらに今回ですね、初回限定プレミアム版というのもちょっと制作しました。受注期間が8月31日23時59分まで。で、通常版が、こちらはですね、受注期間ちょっと長い。9月17日金曜23時59分まで。こちらの方もですね、特設サイトの方でご覧になれますので、ぜひご覧になってみてください。
さあたくさんのね、ニュースもありましたけど、この暑い夏、日本は本当にいろんな夏になってますね。でいろんなことが感じる夏になっていると思います。スポーツで感じるオリンピックの夏、まあ、夏の甲子園もございますしね、もちろん他の競技も開催されております。さまざまな競技はね、あなたらしい素敵な夏、安心安全な夏をお過ごしください。そしてこの夏の医療関係者の皆様、エッセンシャルワーカーの皆様ね、本当に大変だと思いますけれど、よろしくお願いします。我々少しでも皆様のお力になれるような安心安全な行動と、それとエンターテインメントをお届けしていきたいと思っております。地底人ラジオ、引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。地底人ラジオを検索してメッセージをクリックです。兄貴と妖精コンコーンと、コンコーンとクリックしてくださいね。では今夜はこのあたりで、ここまでのお相手は福山雅治でコーンでした。ではまた来週まで、バイバイク。地底人ラジオは音声配信アプリラジオクラウドとオーディでもお楽しみいただけます。アプリをダウンロードして地底人ラジオをチェックで R。 地底人ラジオはダンロップの提供でお送りしました。